はい、占い館ルーツェ、トムです、それでは今日の、3択、ね、今日の運勢3択の方をやっていきたいと思います。 A、B、C とカードを出しますが、直感で、ね、直感でこれだと思ったカードの方をどうぞ選んでください。それでは、はい、それではカードの方を出してみました。左から A、 真ん中 B、 そして一番右が C。 それでは皆さん、今日も直感でですね、この3枚のカードから1つカードを選んでみてください。よろしいでしょうか。それでは A の左のね、 A のカードから見ていきましょう。 A のカード、オープン。お、これはいいね。ザ・スター、ザ・スター、いいですね。星の正位置が出ております。 A を選んだ皆さん、このね、ザ・スター、星のカードは希望という意味がカード自身にあります。そして正位置でね、今日出てるので明るい未来につながる、そんな意味があります。とてもいいカードですね。うん、そうですね、アドバイスをするとすれば、ね、今日はね、希望を持ち続けていいと思います。いろんなもの、希望を持ち続けてください。そして、ね、うん、なんかね、やりたいと思うことがあったりしたら積極的に、ね、やっていっても良い一日となるでしょう。それでは真ん中 B ね、 B を選んだ皆さん、 B、 お、これも正位置ですね。節制のカードですね、テンペランス、節制の正位置が出ました。このカード、ね、このカード自身の、ね、意味は反応という意味があります。反応、新しいものを、ね、正位置なんで新しいものを受け入れる、ね、そんな意味がありますね。そうですね、今日のアドバイスをするとすれば、うん、そうだね、あんまり無理することなくちょうどいい状態を目指すなんていいですね。あとはね、状況に応じたやり方なんかを見つけるというのもさらに良い方向に向かうアドバイスとしてね、聞いていただけるといいと思います。そしてじゃあ最後にこれ ABC ね、一番右 C を選んだ皆さん、お、これも素晴らしい、ね、今日はみんなね、正位置で素晴らしいですね。このカードは、ね、ザ・ラバー、恋人の正位置ですね。なんかね、いいことが起きるね、気がしますね。ザ・ラバー、まずね、このカードはカード自身の意味はね、心地よさっていう、ね、意味ね、心地よさの意味があったりします、ね、そうだな、これね、正位置で出てる皆さんは幸福感を感じたりね、そんなようなことを表しております。そうね、この C を選んだ皆様のアドバイスはね、目の前の出来事をね、今日はね、そのまま楽しんでもらって結構です。あとね、何かを選択するときはね、自分の心を信じてもらえれば、ね、その選択がきっとね、最良の結果をもたらすでしょう。はい、皆さん、今日のカードの方はどうだったでしょうか、ね、参考になればいいなと思っております。それでは皆さん、良い一日を。チャンネル登録もよろしくお願いします。ホームページから占いもできますからね、よろしくです。 YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。